てしまいますよ。え、見えるって何が？わかるでしょ、スカートの中よ、スカートの中。あまり良くない天気だね。でもそれは他のチームも同じ条件よ。気にするだけ無駄だわ。そういえば上から見えていたあれも、あった！的にもなるってことだしね。その通りだな。あんなもの注目を集めたいだけの客寄せ単語だ。加藤さん、久しぶり。久しぶり。ジン、どう調子は？変わらずよ。そうか、よかった。負けた理由を体調のせいにされたらたまったものじゃない。随分自信たっぷりなんですね。まあな、私たちは万全を尽くしてきた。それが自信に結びつく。万全を尽くしたからといって勝てると決まるものではないわ。そうだな、お前のおかげで嫌というほど思い知ったし、そういえばお前たち少しはマシになったようだな。降りてくる時に見たが、随分機体が安定していた。相変わらず上から目線だね。ありがとう。運が良ければ私たちの実力を2回戦でじっくりと判断してもらえるかもしれないよね。そうあってほしいものだな、たとえそれが運だとしても。そう、1回戦の準備もあるし、そろそろ失礼する。FF 本戦第1試合、会場となるここ鳴尾島では午前中天候が荒れ気味だったんですが、午後になって回復し日差しが出てきました。ようやく覗いた総空に両チームの描いた飛行機雲が絡み合う。おっと、ここで翼装チームの5番機冷戦52型コウが呼吸を済ませて競技に復帰だ。もうですか？早いですね。いいタイミングよ、カズタさんの援護に回って。はい。選手それぞれの実力としては試合経験豊富な空豪学園がやや上といった印象ですが、翼装チームリーダー陣の選手の采配とグランドクルーの活躍で一歩も引かない。両チームとも今のところ撃墜機なし、軽微な損傷のみ、全く互角で先が読めない展開です。それにしても翼装チームのメカニックはすごい。あっという間に補給を済ませてしまいます。補給を素早く行うには高い粘度が要求されるんですが、よほど腕がいいんでしょうね。ま、期待ならいくらでも直すけどね。ただ私にはどうやっても直せないものもあるんだよね。戻って、深追いしても何にもならない。純一君、聞こえてる？戻って。純一、何やってんのバカ。後ろ。撃墜判定出ちゃったらさすがに無理だな。
純一君。やっぱり私が飲ませてしまったのか。3番機神殿に撃墜判定だ。翼装チームこれは痛い。しっかりとハンドリングしてくれたおかげでなんとか勝てた。あんたさ、本当に今日のは何だったの？私たちってあんなことするチームだったっけ？純一君、今日のミス分かっているわよね？そうね、ポッケエルフが強敵だということは何度も確認していたわ。神殿の性能でも1対1であればかなわない部分があるというのも理解していたはずよね。それに一人で突出しておいて後方の警戒も怠っていたわ。いつものあんたならそれこそお得意のひねり込みで何とかしてた場面よね。最低でも撃墜なんてことにはならなかったんじゃない？弁明なしということでいいの？そう。まあまあ、誰にだって調子が悪い時はあるんだし、今日のところは。いえ、うやむやにしていい問題じゃないわ。今後のことも考えるならしっかりと議論するべきよ。例えば純一君の代わりにサイコが出るとか。私は遠慮しとく。空に上がるのなら気楽に飛びたいしね。それならそうね、役割を変えるとかかしらね。操縦する機体を入れ替えるとか。君に今日のような行動をされたら次は対応できないわ。それならもう少し後ろで仕事をしてもらうのも一つの考えよ。そうね、私と入れ替わってもらうのがいいかもしれないわね。ナホコ、いくらなんでもそれは。百式指定に乗って後ろでおとなしくしていて、そう言っているのがわからない。神殿には私が乗ります。アキコさんには私から伝えるわ。今日の君の体たらくを知ったら理解してもらえるわよ。いい？今日のあなたはそれくらいにひどい出来だった。そんなことも理解できないほどあなたは。はーい、ストップストップ。ナホちゃん、いくらなんでも一度のミスで飛躍しすぎ。まあ冷静になれないのもわかるけどね。それに純一君、君もね、なんかずっと力入りすぎだよ。ほら今もここにシワが寄ってるし。話するにしても今じゃない方がいいよ。ほら今は解散解散。頭を冷やそうね。